バロアイコールブルゴーニューケ、バロアイコールブルゴーニューケ、ッツ、メゾンデバロアブールゴーニュは、フランスの王家バロア家の分子の一つで、ブルゴーニュー国を統治した一門である。単に、ブルゴーニューケといった場合にこの家系を指すことも少なくないが、他に、カペー家系ブルゴーニューケ、その分家から、ポルトガル王家のブルゴーニューケが出ているや、バロアイコールブルゴーニューケ以前に、 ブルゴーニュ博の家系であったアンスカリ家、その分家からカスティーラ王家のブルゴーニュ家が出ているを指す場合もあるので注意を要する。バロアイコールブルゴーニュ家はバロア城のフランス王者二世の罰子フィリップ号炭行に始まる。カペイ家系ブルゴーニュ家最後の男系当主フィリップ一世が1361年に死死なくして没死したことにり、その考量は フランス王領に併合されるが、時のフランス王ジャン2世は、バッシュフィリップに、ブルゴーニュを歌詞した。これが、バロアイコールブルゴーニュ家の誕生である。さらに、ゴータン公の兄で、ジャン二世の長男である、フランス王シャルル五世が、ゴータン公とフランドル女白マルグリット三世と結婚させたことにより、フランドル、ブルゴーニュ白寮、フランシュコンテ、アルトワを獲得した。 ゴータン公は一躍富裕な諸公となった。これをテコにしたゴータン公はネーデルラントに進出し、統治を支配したビッテルスバッハ家と匠に縁組を重ねることで急速に勢力を拡大させる。1380年にシャルル五世の息子で新たにフランス王になったシャルル六世の日にビッテルスバッハ家のイザボを迎えたのもネーデルラント政策の一環であった。そして、 バロアイコールブルゴーニュ家が統治した、ブルゴーニュ・レオネーデル・ラントが、今日のベネルクス三国の原型となるのである。ゴータン公の勢力拡大は当然のことながら、フランス宮廷内で反発を招き、シャルル六世の弟オルレアン公、ルイの元に対立する貴族が結集した。これをオルレアン派と呼ぶ。他方、ゴータン公の勢力をブルゴーニュ派と呼ぶ。 ゴータンコの生存中はそれほど激しくは対立しなかったが、1404年にゴータンコが死去し、息子ジャンがついでからは、事態は悪化する。ニコポリスの戦いの有名から、ムコア公の異名を得たジャンは、フランス宮廷での主導権をめぐって、シャルル六世は精神を病んでいたいとこにあたる、オルレアイコとチミドロの構想を繰り広げた。そして1407年、 オルレアン公を暗殺することで主導権を獲得した。オルレアン派は、公の息子シャルル・ドルレアント学府のアルマニアック派く、ベルナール七世を中心に再結集し、アルマニアック派とバレる構想を続けていく。これを後期と捉えたのが、イングランド王ヘンリー五世である。ヘンリー五世は、ブルゴーニュアルマニアック両派に工作を格索しつつ、ノルマンディに軍を進め、1415年に、 アジャンクールの戦いでアルマニャック派を中心とした、フランス軍を撃破し、シャルル・ドルレアンを捕虜とした。当初は傍観の構えを見せていた向こうは家であったが、治療がイングランドに荒らされるのを見て、アルマニャック派との和平を考えるに至った。そして1419年、新たにアルマニャック派の首領となった同ファン、王太子シャルルとの会見をに臨むが、 この地でアルマニャック派のアキラ島に残殺された。ムコワ公の後を継いで新たに、ウルゴーニュ公になったのが、フィリップ全領公である。ゴータン公、ムコワ公の二代はあくまでも、バロア家の一員、また、フランス人としての意識が強かった。それに対して、全領公は、フランドル人の意識が強く、この公の下で、ネーデルラントの統合が進展する。 父を殺された善良公は、その報復として1420年にヘンリー五世とトロワ条約を結ぶ。これは王太子シャルルを拝着し、ヘンリー五世にフランス王位継承権を与える内容であった。念願のフランス王位継承権を手に入れたヘンリー五世だが、1422年にシャルル六世に先立って死去した。シャルル六世も後を追うように死去し、王位は、 ヘンリー5世の幼い維持ヘンリー6世が継ぐ子になった。その際、全領公はフランスの摂政を求められたが、これを誇示して帰国した。摂政にはヘンリー5世の弟ベッドフォード公ジョンがついた。この頃から全領公とイングランドとの関係は微妙なものとなる。原因はネーデルラントをめぐる問題である。全領公の十枚であるジャクリーヌ・ド・エノーは、 双方にとって重低にあたるバロアイコール、ブルゴーニュ警防系のブラバント公、ジャン4世と結婚していたが、領地争いで頼りにならないと悟るとジャクリーヌは、結婚を無効にして、ベッドフォード校の弟グロスター校ハンフリーと再婚した。そして、エノー、ホラント、ゼーラントの相続権を主張して、新しい夫と共に、ネーデルラントに上陸し、 同地への勢力拡大を狙う全領公と小競り合いになった。事態はすぐに収まったが、全領公はイングランドとの距離を置くようになり、逆に王太子側へ接近するようになる。王太子シャルルはフランス南部へ逃れ、不応死後はシャルル7世と称しており、全領公に盛んに工作を行っていたが、1424年のシャンベリーの協定でシャルル7世、 全領公双方の相互不可侵が確認された。全領公はいずれにも加担せず、その関心をもっぱら、ネーデルラントに向けた。そして巧みな外交政策で、エノー、ホラント、ゼーラントのほか、フリースラント、ブラバント、リンブルフ、ルクセンブルクを次々と獲得した。ネーデルラントのみに関心を向ける全領公に対して、ベッドフォード公は自分の十枚で、 ポルトガル王女ン一世の娘であるイザベルを全領公の三番目の日にすることで同盟強化を図ろうとした。この結婚の際に金曜も大き子団が設立された。ポルトガル王家との婚姻は全領公に利益をもたらした。当時のポルトガルはイザベルの兄エンリケ公会王子のもとで公開事業を発達していたため、ケオ利の市場が拡大したばかりではなく、東方、オリエントの産物も 多数国内へもたらされたからである。逆に、ポルトガルには洗練された、フランドルの文化がもたらされた。日和未主義を取る、全良好であったが、イザベルと結婚した1429年に、それを一変させる出来事が起きた、オルレアン包囲戦である。オルレアン包囲戦に、ジャンヌ・ダルクが登場したことにより、フランス側は劣勢を一気に回復し、ランスにまで軍を進め、 シャルル七世は、名実ともに、フランス王としての大感を果たす。全領公は、自らが参加しなかったものの、施設を送り和平を拡作する。シャルル七世もそうであったが、ジャンヌ・ダルクは、強硬姿勢を取り、独自に北方に軍を進め、1430年のコンピエーニュ包囲戦で、ブルゴーニュ軍の捕虜となった。ジャンヌと会見した、全領公は、ジャンヌをイングランドに引き渡した。 ジャンヌは1431年に家計に処せられるが、全領校は完全にイングランドを見放していた。シャルル七世の長年の工作の成果が出てきたからである。それが一気に現れたのが1435年のアラスの和訳である。当初はフランスブルゴーニュイングランドの三者会談であったが、イングランド施設は早々に帰国し、フランスブルゴーニューのみの会談となった。 この会談ではシャルル7世の懐刀とも言うべき、アルテュールド・ドリッシュモンの工作が実り、シャルル7世と全領公の間に和平が成立したのである。内容は、ジャン・ムコワ考察外に関するシャルル7世側の謝罪、全領公一代限りの真珠免除、ピカルディ・トブローニュの獲得であった。フランス・ブルゴーニュ同盟の成立に、ベッドフォード公は紛死した。 そしてフランス・ブルゴーニュ同盟の一環として、全領公とイザベルの着手、シャルル、都市進行とシャルル七世の娘、カトリーヌの結婚式が1440年に行われた。ブルゴーニュに見限られたイングランドは、各地で敗戦を重ね、1453年に百年戦争は、フランスの勝利に終わった。この年はもう一つ重要な出来事が起きた。東ローマ帝国が、 オスマン帝国に滅ぼされたのである、コンスタンティノープルの陥落。この出来事に、西欧の君主が無関心だった中、全領港だけは、コンスタンティノープル奪還を決意した。それが翌年に行われた、記事の縁である。これは縁に生きている記事を出して、コンスタンティノープル奪還を誓うものだが、形だけに終わった。時代は、中世から近世に移行していたからである。 そして中世の終焉とともに、ブルゴーニュ公国は滅亡への道を進むことになる。1467年にシャルルが新たにブルゴーニュ公となった。それより6年前にフランス王となったルイ11世は中央集権化を目指し、国内の有力諸公を次々と粛清したが、最大の目的はブルゴーニュであった。ルイ11世の暴略に対し、 シャルルはランカスター家に代わってイングランド王家となったヨーク家のエドワード四世の妹マーガレットと結婚することで対抗し、もう一つは神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世への接近である。フリードリヒ三世の皇后エレオノーレはポルトガルオドアルテ一世の娘でシャルルの十枚であったが、シャルルは王号の獲得、さらには神聖ローマ皇帝にも狙っていたとされる。 しかし、政作は成功しなかった。エドワード四世は、ルイ十一世とで和平を結び、フリードリヒ三世からはのらりくらりと交わされたからである。唯一の成果は、シャルルの一人娘マリーとフリードリヒ三世の、着手マクシミリアン大公の婚約であった。政作がことごとく裏目に出たシャルルは、とりあえず飛び地になっているネーデルラントとブルゴーニュの間を埋めようとしたが、 1477年にナンシーの戦いで戦死した。結果、ブルゴーニュはフランス領に、ネーデルラントはハプスブルク家領になった。その後、ブルゴーニュ公国の医療をめぐる争いがきっかけとなり、フランス王家とハプスブルク家の長きにわたる層が勃発する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。